コルネリス・アントニス・ホー・ハメル・イ・ミンクは、オランダの科学者、発明家、起業家である。彼の発明により、コンパクトディスク、DVD、ブルーレイディスクなどの一般的なデジタルメディアを含む、デジタルオーディオ、ビデオ、データ記録の時代が切り開かれた。彼は、数多くの発明をした、影響力のある工学者であり、米国及び、国際特許を1100以上取得している。 一般に使用されているオーディオビデオの再生、記録装置の大部分は彼の研究に基づいた技術を使用している。彼の不合化システムに対する貢献により、これまで達成できなかった情報密度で信頼できるデータ保存が可能となり、デジタルビデオとオーディオの革命を支えた。イミンクはデジタルオーディオビデオの革命に対する貢献に対して多くの賞や栄誉を受けている。 i e e a 栄誉賞、i e e エジソンメダル、米国テレビ芸術科学アカデミーの技術、工学エミー賞などである。2000年、オランダのベアトリックス女王からナイトの称号を与えられた。現在イミンクは1998年に設立されたチューリングマシーンズインクの社長を務めている。イミンクはそのキャリアの中で実践的な貢献のほか情報理論に貢献してきた。 彼は120以上の論文とコーズフォーマスデータストレージメディアなどの4冊の本を書いた。また、1994年からドイツデュースブルクエッセン大学の実験数学研究所の助教授であり、1997年からは客員教授としてシンガポール国立大学に所属していた。イミンクは1974年に電子工学でエンジニアズディグリーを取得し、 1985年にアイントホーフェン工科大学で PhD を取得した。博士論文のタイトルは、Properties and Constructions of Binary Channel 構図である。大学を修了後、1967年にアイントホーフェンのフィリップス物理学研究所に入社し、そこで30年を過ごした。1972年まで著名な物理学者、ヘンドリック・カシミールが、 研究所所長だった。移民区クは当時の研究所の雰囲気を次のように語っている。我々が意義があると判断した研究は全て実行でき、あらかじめ決まったタスクは与えられなかった。その代わり自律的な研究に対する完全な自由と支援を与えられた。その日に何をするか決まっていない状態で仕事に行ったのだ。研究の進め方についての こうした考え方というか、むしろ明確に定めないという考え方は、結果として驚くべき発明につながった。それは、イノベーションの天国だったイミンクは、様々なグループで研究しており、1974年に、工学の研究グループに加わった。そこで彼は、工学レーザーディスクシステムに関する、先駆的な研究をすることになる。彼は主にビデオディスクの電子技術とサーボ機構に、 貢献した。MCA とフィリップスは共同でレーザーディスクシステムを市場に投入した。レーザーディスクは VHS の登場の2年後、CD の登場の4年前の1978年にアトランタで最初に発売された。レーザーディスクは市場シェアにおいて大きな存在を維持することはなかった。フィリップスと MCA によるレーザーディスクの普及活動は成功せず、 1981年に中止された。1976年頃、フィリップスとソニーは、光学式ビデオディスク技術に基づいたデジタルオーディオディスクプレイヤーのプロトタイプを発表した。テクル・ペリーによる2017年5月の IEE スペクトラムのインタビューで、イミンクはソニーとフィリップスが一つの設計を共同で解決することを決定した1979年末に、 CD プロジェクトに参加したと説明している。フィリップスとソニーは1978年に CD プレイヤーのプロトタイプをマスコミに発表した。イミンクは次のように語っている。競合する2つのシステム、品質、傷への対処方法、血管の対処方法を測定するために誰かが必要だった。私のレーザーディスクの研究は終わっていたので、私は A。 私ができますと言いました。ピットとランドの列にデジタルオーディオデータを記録するための方式について、フィリップスとソニーで異なる方式を検討していた。多くの実験を経て、イミンクはサーボ機構にうまく対処できる符合化方式を発明し、これにより演奏時間が30%改善された。イミンクが考案した符合化方式は EFM と呼ばれている。イミンクは ソニーとフィリップスの共同タスクフォースに参加し、コンパクトディスクの企画であるレッドブックを開発した。彼は EFM とサークの不合化体系に貢献した。記事シャノン、ベートーベン、アンドザ、コンパクトディスクの中でイミンクは CD の発売に至るまでの数年間の歴史を振り返り、その間になされた様々な重要な決定を披露している。中でも、 コンパクトディスクの直径に関し、フィリップスが 115mm、ソニーは 100mm とする案を、はじめは押していたが、最終的に 120mm で決着したことについて、ビルヘルムフルト・ベングラーが指揮した演奏時間74分のベートーベンの公共曲、第9番を収録するためだけにそうなったという、都市伝説をイ・ミンクは否定している。仮に1 1 5ト、mm、ルで決まっていれば、 すでに同サイズのディスクを生産できる体制が整っていたフィリップスに商業的な選考を許すことになりかねないのをソニーが嫌い、オーガノリオの音楽好きを口実に 120mm ワンに落ち着かせたのだろうという試験を述べている。1980年に CD の企画が確定された後、イミンクは共同研究者と共にすでに溝を刻んだディスクへの光磁気音声録音に関する 先駆的な実験を行った。彼らはまたアナログビデオディスク規格をデジタル音声に拡張する簡単な方法を発見した。これらの技術はミニディスクや CD ビデオとして実用化された。1984年以降に製造されたレーザーディスクは音声信号をデジタル符号化している。1993年、東芝の技術者は コンパクトディスクの後継となるスーパーデンシティディスクを開発した。イミンクはフィリップスとソニーの作業部会のメンバーであり、この陣営は競合するディスクフォーマットであるマルチメディアコンパクトディスクを開発した。イミンクは CD で使用されている EFM よりも効率的なイフンプレスを開発した。業界は1980年代に VHS とベータマックスの間で起きたビデオ戦争の再来を恐れた。IBM の社長ルイス・ガースナーは EFM の実績があることからイミンクの F ンプレスによる記録方式を採用するよう求めた。1995年9月、フィリップス・ソニー陣営は東芝のスーパーデンシティディスクを受け入れ、東芝は F ンプレスを受け入れるという合意がなされた。DVD には 音声専用のフォーマットとしてソニーが独自に開発したスーパーオーディオ CD と東芝が開発した DVD オーディオがある。これらは非常に高音質の音声コンテンツを配信するためのフォーマットで双方の間には互換性がない。SACD と DVD オーディオの企画争いは決着がついていないがどちらもまだオーディオ CD を置き換えることには成功していない。 1996年に DVD 企画が決着してすぐ、フィリップス・ソニー陣営は DVD で自分たちの企画が受け入れられなかったことに失望して DVD の後継となる青色レーザーを使用した次世代のデジタルビデオレコーダーを開発することを決定した。フィリップスとソニーは共同作業部会を立ち上げ、イミンクとその同僚は DVR の不合化設計を担当した。 設計から7年後の2005年、ブルーレイディスクが発売された。2002年に DVD フォーラムは HDDVD という別のフォーマットを採用していた。この2つの規格は互換性がなかった。青色レーザーの規格争いは2008年初頭に東芝が HDDVD フォーマットからの撤退を発表したことでブルーレイディスクの勝利に終わった。 1985年、イミンクはフィリップスの次期記録グループに加わり、デジタルビデオテープレコーダー、DV 及びデジタルコンパクトカセットの不号化技術の設計に貢献した。DCC は1992年に導入されたが、1996年に製造中止になった。1994年に発売された DV は、家庭用及びセミプロのビデオ制作用の一般的な テープ企画になった。イミンクは1998年に30年以上在籍したフィリップス研究所を去り、チューリングマシーンズ社を設立した。そこで新しい不合化技術の作成に成功し、約10件の米国特許を取得した。イミンクは、オーディオエンジニアリングソサイティ、IEEE、e、スンプと、いくつかの大学を含む多くの技術団体、政府機関、 学術機関の役員、理事の役職を歴任してきた。彼は、シャノン財団の受託者であり、IEEE Consumer Electronics Society と、インフォメーションセオリー Society の会長だった。彼は10年以上にわたりアイスの理事であり、2002年から2003年まで、その会長を務めた。ありがとうございます。